ベン・ジョン・ストーンはアメリカ合衆国の現代音楽の作曲家。松平よ明の現代音楽のパサージュにはノッキングピース。これはピアノのフレームを二人が叩くだけの曲を発表した作曲家と紹介されているが、これは彼の創作詞の中では例外で実際は微分音作曲の権威的存在として知られる。ハリー・パーチの純正率の経験に触発され、 ジョンストーンは工事場4列に見られる微分音を生楽器に適用することで知られている。その要求が過熱であったせいか、彼の作品はたびたび演奏不可能と言われ続けている。最も有名な弦楽史重奏曲第4番では、アメージング・グレースによる変奏曲であるが、ピッチ・とリズムを変奏ごとに細分化するため、最終変奏直前では、 楽譜が真っ黒になるほどの指示で埋め尽くされている。ピアノの調律を変えて、微分音を出す指示も、微分音ピアノのためのソナタと、微分音ピアノのための組曲で実践している。前衛の時代が華やかだった頃の彼はソナタでは、音列技法時代の痕跡が残っているが、組曲では、微分音調律を施した全音階主義に立ち戻ったようである。 彼は、弦楽四重奏曲を10曲も作曲しているにも、かかわらず、クロノスカルテットのレパートリーは3作だけ、アルディッティ弦楽四重奏団に至ってはゼロ、ということから、有名なのに最も不遇と言われることも、珍しくない。この状況を打開するため、ケプラー弦楽四重奏団が、全曲の録音に着手して完結させた。全曲録音の完成はなくなる3年前、 本人の90歳の誕生日であった。ヨーロッパでも支持はすでに広く2008年にはドナウエッシンゲン音楽祭で南西ドイツ放送公共楽団作曲賞を受賞した。作品はスミスパブリケーションズから出版されている。本律とリズムの展開から彼の創作史は始まり、弦楽史重奏曲。 第2番で、ラサール弦楽四重相談の演奏拒否にあった頃から、微分音の探求をより強めた態度をとっていった。アメリカならではの創作と言われていたが、ゼルジュリー・ゲティとマンフレーとシュターン家の西によって、ヨーロッパでも遅れた再評価が始まり、短期間ではあるが、シュターン家はジョンストンに支持している。長らく、イリノイ大学で教鞭を取り続け、その中に現在アメリカで、 最も注目されるマイケル・ピサロも実はジョンストンに支持した経歴がある。微分音にはまるようになってから彼のテクスチャーはかなり簡素なものになり、室内公共曲では最小限のリズム処理で終わっている。ありがとうございます。